アイルランド音楽家協会は、アイルランドの音楽、歌、ダンス、言語の振興のための最大の組織である。アイルランド人と、世界各地のアイルランド人を含む、全世界に、アイルランド音楽と文化を広めている。2013年5月現在、アイルランド共和国をはじめとして、イギリス、アメリカ、カナダ、メキシコ、フランス、スペイン、ドイツ、ハンガリー、 ルクセンブルク、ロシア、オーストラリア、ニュージーランドといった世界各地に400以上の支部を持つ。アジアでは日本に支部が設置され、毎週のダンスクラス、毎月の音楽練習会を中心に活動を行っている。CCE は1951年にウェストミース県マリンガーでアイルランド音楽の伝統の衰退を危惧していたイリアン・パイプス奏者のグループによって設立された。 当初の名称はカムン・クルトイ・アリーナ・ヘリオンであり、翌1952年に現在の名称に変更された。1991年、日本支部が設立された。フラー・キョールのオープニング・パレード CCE は全国的なアイルランド音楽のフェスティバルであり、コンクールであるフラー・キョールを毎年開催している。また、フラー・キョールのコンクールの予選を兼ねたフェスティバルである、フラーが アイルランド国内の支部やイギリスアメリカで開催される。その他、支部の祭壇に任せられたフェーデが、より自由な形式のフェスティバルとして開かれている。1999年により、アイルランド伝統音楽の公的資格である SCT の運営を行っている。2016年現在の制度では、エレメンタリーグレードアドバンスとパフォーマンス、サーティフィケートの12等級に分かれている。 また、アイルランド伝統音楽教育の公的資格である TTCT を運営している。ありがとうございます。